どうぞ始まりました、もちチャンネル。さあ、今回ですね、松原さんに再びおいでいただきまして、はい、お願いします。はい、今回ですね、まあ、新企画、はい、ジャッジメントっていうのをやるんですけども、はい、受験生に対してですね、いろいろとこう支援するという企画になるんですが、はい、まあ、やっぱね、テストしなきゃいけないと思ってて、はい、ただただ、こうね、質疑応答しただけでは分からんと、はい、ということで、はい、その課題っていうのをやっぱり与えなきゃいけないと思うので、はい、そちらをちょっと今回のね、はい、志願者に松原さんが与えていただきます。実際にちょっと自宅まで伺って、はい、与えてこようかと思います。はい、では、ルールとしては、いろいろ話聞いたり、テストしたりして、はい、で、その人を支援するかしないかを決めるという、そういう番組になりますので、もう前回の動画で発表したんですけども、ジャッジする側ですね。はい、が、まあ、僕ら二人に加えて、はい、ベテランさんと、メサイア。メサイアさん。その2人とやってたのが8月だったんで、だいぶ時間が経ちましたけど、ちょうどあの淀川の3年ぶりの花火かなんか、そう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 だそうだ、その日だ、大中大してました、はいはいはい、その前にですね、その収録の前に、はい、その淀川の花火のその日の収録の前に松原さんが事前にちょっと言ってもらったんですけど、はい、じゃあその志願者がまず誰だろうかっていうですね、はい、その志願者は皆さんご存知の、はい、たわしさんです、はい、ということで、そうだったんですよ。たわしさんだったんですよ。うん、なんで、そのたわしさんに松原さんが事前課題をお届け。そうですね。そして、たわしさんが一体何を望むのか、はい、っていうのを撮影しましたんで、はい、そちらを見てもらおうと思います。はい。じゃあ、ぜひ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あなたが行ったのに。あ、そうか。行ってきました。はじめまして、たわしさん。はじめまして、たわしです。大丈夫です。ちょっとまあ、だいぶ汚いですけど。あ、いえ、失礼します。じゃあ、たわしさん、はじめまして。はい。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たわしさん、東大受験、何回目ですかね？受験自体は5回目。5回目ですか。去年ぐらいから、もしでも、いい結果が出始めておられて。そうですね、初めて A 判定取ったのが、去年ですね、はい。あ、そうですね。もういよいよ、たわしさんも、もうゴールが近づいてるなっていう。若くなったんですけど、いけるかと思いつつ、やっぱまだ東大は遠かったっていう、いやすごいですね、やっぱもうそれだけやり続けられるっていうのがすごく本当に尊敬できるなと思って、いやいや、はい、もう本当それしかやってない、いやいや、はい、そんな田中さんにですね、はい、今回新しい企画、まあ、これ少し前にお伝えしてますけども、はい、森田哲也さんと一緒に僕がですね、はい、ジャッジメントという企画を今回、はい、やります。でこれは受験生が第一志望を合格のために必要なものっていうのを考えていただいて、はい、でそれを番組として、まあ、支援するかしないかっていう、はい、まあ、ジャッジをする番組なんですけど、はい、ぜひ最初のですね、依頼者としてたわしさんにいただきたいなと思って、はい、今回お声掛けさせていただきました。ありがとうございます、お願いします。率直に、はい、今たわしさんがなんか僕らがこれをしてくれたらもっとなんか受験勉強集中できるのにみたいなものがありますか？そうですね、やっぱり受験勉強を継続するにあたって、はい、で食費がやっぱりちょっと欲しいなっていう、はい、いただけたらなっていうところもして、はい、今、アルバイトを始めて、はい、まあ、運動、力仕事ということで、はい、そのメンタル面は体を動かすことによって改善されたんですけど、はい、体の疲労とか、そういうのがちょっとなかなか取れない時とかもあったりして、タンパク質のお肉とか。そうですね、そういう時に、タンパク質取りたいなとか、まあ、プロテインとか、プロテインですね、あると、料理とかの時間も取られないし、結構スッと飲めたりするので、なんかいいかなっていうふうに思ってますね。そうですね、入試までの期間、はい、半年分ぐらいの食費をいただけたらなと、はい、なるほど。じゃあその、あ、まあ、食費、はい、半年分がまず欲しい。それがあったら、ね、より勉強集中できるんですね、はい。他って何かありますか？はい、今回絶対受かりたいっていうのがあるんで、やっぱりそういう時に少しでも多くの方見てもらった方が、勉強もやる気が出るんじゃないかなというところで、はい、まあ、気合い入れてやることができるなっていうところも。あるので、今回ちょっとこの番組出ることで受験勉強頑張ろうとか同じように思ってくれる方がいればいいなっていうふうに思いました。そうですね、あの35歳ですよね。35歳です。35歳がこんだけ頑張ってるのもすごいし、はい、たわしさんが頑張ってるんだったら、はい、やっぱ10代20代の子たちは体力的にもね30代と違ってありますから、たわしさんが頑張れば頑張るほどみんななんか勇気がもらえそうな気がします。自分若いからまだ大丈夫だなって思ってもらってもいいですしおじさんが受験こんなやってるんだから、自分たち、まあ、浪人してる方とかもいると思うんですけど、頑張っていけば全然まだ未来は明るいよみたいな考え方でもいいと思うんで、たわしさんを見て自分の本当に夢に気づくきっかけも与えられそうな企画になりそうな気がします ね。何かきっかけなんて言えば嬉しいと思います。ありがとうございます。で今回ですね、たわしさんが、まあ、これまでしっかり勉強努力されてきたのは、まあ、僕は分かってるんですが、はい、本当にたわしさんが実力があるかっていうのは、はい、視聴者の方もやっぱ
知りたいところだというところで、はい、本編の中では実際に英語と数学問題を解いてもらうかもしれません。その番組中に実際解くんですか。初めて初見の問題を解いてもらって、でそれが解けたら、あ、タワさんやっぱりすごいねと。解けなかったら、あ、タワさん口ばっかりやん。それは緊張しますね、うん、はい、はい、あの頑張ります。解く環境はちゃんとね、はい、集中できる環境を用意したと思うんですけど、はい、ということで今回ですね、ちょっと課題を持ってきました。収録日までにやっていただきたい課題をちょっと今提示したいと思います、はい、まずですね、英語に関しては、はい、森田先生から和訳の問題、はい、入試レベルの和訳問題を出してもらいます、はい、それを澤さんがその場で解いて解けるかどうかで、数学に関しては、はい、苦手な分野が事前に聞いたのが、うん、整数と関数形ってちょっと聞いたので、はい、今回はその2つの分野からどちらか、あるいは両方、ちょっとここは当日ないとわからないんですけど、はい、出題しようと思ってます。わかりました、はい、なのでぜひ、ね、そこを勉強いただきたいなと思ってます、はい、ということで、はい、撮影日までまだ日がありますが、ぜひブーストかけて頑張っていただければと思います。ぜひ当日お会いできるのを楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。よろしくします。はい、そういう感じだったんですね。いや、もうだいぶ前の8月のね、まだ、今、中旬ぐらいのやつで、田中さんも半袖だったんですけど、はい、どうでした、あれ。いや、そうですね、僕がそもそも初めて入社した銀行の寮のすごい近くだったので。はい、ああ、そうなんですよね、はい。そうそうそう、はい。なんか動画最初送られてきた時に、はい、場所名言っちゃってるじゃないですか。あ、そうですね。言ったやつですね。はい、でもちろん、その寮はもう今はないんですけど、はいはい、あ、なんか懐かしいなというところから、で、なんか、やっぱ若かりし頃の記憶とともに頑張ってた自分、はい、まあ、若い時に頑張ってた自分と田橋さんのご自宅、そして田橋さんの雰囲気、なんかすごいオーバーラップしまして、はいはい、なんか大学生の頃とかをなんか思い出したりして、うん、あ、なんか逆にすごいやる気を僕自身がなんかもらえたというところもあったんですけど、あと同じね、早稲田の、あ、そうですね、同じ人科で、まさかね、彼にとっては人科がスタートだったかもしれないですけど、うん、僕のせい人科がゴールだったんですけど、そういう違いもあったんですけど、ね、うん、はい、やっぱその見ていただいたら分かったと思うんですけど、はい、やっぱりこうすごいストイックな環境で、はい、参考書もこう散らばってて、うん、あ、本当にこうやってるなっていうところで、うん、なんとかですね、支援してもらえたらいいなと、みんなさんとですね、そうですね、まあ、そういう思いを込めながらも、まあ、やっぱそこはしっかり見ていかないといけないので、はい、それはちょっと本編 で、はい、見ていただければと思います。本編見た時に6ヶ月分のね、なんか支援になってて、はい、はって多分なるかもしれないんですけど、もう11月やんけって、はい、なるかもしれないんですけど、あれ8月の段階ですので、はい、あの9、10、11、12、12、ね、の、はい、をお願いしますっていう感じで本編流れますので、はい、こちら、まあ、本編の方ではね、なんかあれですもんね、この僕らも視聴者の方も、あ、そう、パスかフェイルなんですよね、もらえるかもらえないかっていうのは、パスかフェイルなんですけども、ね、はい、スパチャがプレミア公開中のスパチャ、あ、そうですね、そこ、そちらはパスフェイルに関係なしに、関係なしに全てスパチャに差し上げますので、はい、タワシさんにですね、はいはい、皆さんのスパチャが全額タワシさんに、そうですね、まあまあちょっと Google さんがちょっと持ってきますけど、はい、持ってきますよね、はい、手数料、iPhone の方は Apple さんもちょっと持ってっちゃうんですけど、結構な割合で、ね、持ってきますね、持ってっちゃうんですけど、その見れるのでどれだけ来たかっていうのは、うんうん、その来たやつを全部田橋さんに差し上げますので、はい、なんか僕らがね、もうフェイルと言っても、いや、応援したいという人はもうぜひ、はい、いくらでもいいので支援してあげてほしいなと思います。そうですね、はい、本当に全部出しますので、これだけ来ましたって、はい、これ全部持ってきます。本当はね、だからそのなるべく早くね、動画出してすぐに持っていってあげたかったんですけど、はい、ちょっとまあここまでね、時間経っちゃったんですけど、はい、はい、そういうのもお願いいたします。はい、はい、ということで、来週の土曜出る予定です。19でしたっけ。はい、19日土曜日に公開予定でございますので、はい、ぜひぜひ見てもらえればと思います。はい、はい、というところですので、ぜひとも見ていただければと思います。ということでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。